です。うん、全体会、全体会ってことだかな、全体会、全体会改善チーム、コーダス講座っていうやつがあるんで、そのコーダス講座 の、 あの写真の1枚目を開いてください。なんか字が汚いのが本当に申し訳ないんですけど、多分あの1枚目多分ポケモンとか書いてあるやつだと思うんです。なんか上からさくら、さとひととか名前とか書いてあるやつで、それを見ていただきたいんですけど、それを見実際に楽譜にどうやって使ってるかっていうのを見ながら説明したいと思います。で、まあ分かりやすいんですけど、基本編から徐々に1個ずつ説明していくと、まず楽譜を読む上で、だから多分基本知ってる曲だったら A メロ、 B メロサビってすぐ分かると思うんですけど、アカペラって知らない曲をやることが結構多いんですよ。なんだこの曲みたいな。でもその時にあらかじめあの音源を聞いて、A メロと B メロとサビを理解してほしいです、最初に。で、これ A メロと B メロとサビを理解することによって、あ、A メロ落とし、B メロって落ちサビって言ったり、落ちサビじゃねえ、落ち一回落としどころっていう結構認識がみんなあるので、あ、じゃあ A メロでなんとなく流れて、 B メロでちょっと落として、C、サビで盛り上げるみたいな流れが割と鉄則なので、アカペラの楽譜割とそれがメジャーなんで、それを分かってほしいです。で、その次が、あとそのん、あ、そうだ、その自分がリードなのか、例えば結構リードが回る曲あると思うんですよ、皆さん。トップ、セカンド、サード、フォースでリードが徐々に回る曲、リード回る曲の時はこの楽譜みたいに、これだったらあのこの写真の上から2段目、私のパートなんですけど、緑色のところがリードで、ピンクのところがコーラスっていう感じで、あの楽譜で色分けすることによって自分が今何やってるんだなっていうのが分かりやすくなるので、ぜひやっていただきたいなって思います。で、その次が、まあ、ブレスの位置を決めるのはその名の通り、コーラスみんなで歌いながら、あ、ここでブレスの位置揃えようとか、あ、ここでするとその後サビから出しやすいとかっていうことで、ブレスの位置はちゃんとみんなで決めて、そのブレスの位置に流れを無視しないブレスの位置を気をつけておくください。で、またブレスするときに、あ、じゃあここの小節と小節の間ですをですると、あのその最後の音を無視しちゃいがちなんで、例えばここだったら今楽譜あると思うんで、37小節目、わかるかな、この画像ちょっとちっちゃいんだけど、わかる、37小節目わかる、そう、37小節目の3拍目と4拍目の間でブレスの位置が、ブレスのマークが書いてあると思うんですけど、そこでスーってなった時に、あーとかやるとめっちゃ切れちゃうんで、そこはちゃんと流れを切らないように歌ってください。で、次がですな、休符をしっかり意識するってことで、まあ、これも分かりやすく言うんだったら、33小節目の4拍目にダー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 、うんみたいな、そこでダー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 とかふざけて伸ばしちゃうと、曲のこの前の曲がルパンの曲をやってるんです。ルパンからポケモンに移り変わるときにちゃんと休まないと、ポケモンの曲に移り変われなくて前のルパンを引きずっちゃって、あーみたいな、メリハリがつかないってなったんで、皆さん休符をしっかり休んでください。あと38小節目のダンタタラタラタタってダンタタラウンタラタタっていう、その16分の休符があるんですけど、丸、水色の丸印がついてると思うかな、ついてると思うんですけど、そこもタッ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 タってやるとすごいなんかカッコ悪くなっちゃうんで、ちゃんと楽譜作ってる人は休符をしっかり休んでほしいって意味で楽譜を作ってるので、そこはしっかり守って歌ってください。で、ここで次がなんだ、次が応用編、ん、違うな、次が基礎編の、あ、一番最後の曲の盛り上げどころを決めるってやつは、楽譜の3枚目、なんだろう、なんか特徴あるやつあるかな、なんか光になれみたいな歌詞が書いてあるやつで、
74小節目の頭に丸9って書いてあって、なあ、じゃあ80小節目に6まで徐々にとか、あと86789小節目の頭にダーってのところで丸10って書いてあって、これあれなんですよ、音量のマックス1から10段階で音量を表して、でそこで、あ、じゃあここのサビは2、6みたいな、一番サビは6、ラストサビは8とかいうみたいに数字にして表すことによってすごい分かりやすく楽譜が見えるようになるので、そこ、それは文字、あ、マジじゃない、とても、はい、練習で取り入れてください。すごい分かりやすいんで、私も最近やり始めて分かりやすかったんでやってみてください。で、応用編なんですけど、応用編はそんなに説明することはないんですけど、その同じ音の人をよく聞くっていうところだけちょっと見てほしくて、大丈夫かな、どれが分かりやすいかな、まあ、同じ音っていうか、あの今多分83枚目の楽譜の87小節目を見てほしいんですけど、87小節目ってソとシとレとファーシャープっていう、でこれは同じ音じゃなくて違う音なんですけど、その87小節目の3拍目ら辺で一番上の人がソの音を出してて、3段目の人がファシャープを出してるんですよ。ソとファシャープって同時に鳴らすと気持ち悪くて、鳴らしてくれ、ソとファシャープ一緒に鳴らしてくれる、じゃあ今鳴らしてもらうんですけどっていう、なんか聞いてて気持ち悪い音じゃないですか、ソとファシャープって。それを一緒に同じ音、それを歌うときに、その人の邪魔しないようにファシャープの人は歌ってあげるっていう、もしなんかちょっと半音でぶつかってたりとか同じ音があるときは、その同じ音とか違う、ね、ちょっとだけ音ずれてる人の音をしっかり聞いてください。でそのときに、まあ、ちょっとだけ和音の話になっちゃうんですけど、多分これ聞いといて損ないんで皆さんしっかり聞いてほしいんですけど、これソとシとレとファシャープがあって、こうやって主人公の音がソの音なんですよ。そう、そしてファ G メジャーセブンズっていうソとシとレとファ、これ主人公がソの人で、その次の主人公の支えになる人がレの音なんですよ。まあ、1度5度3度7度っていう、そのソが1度でファシャープが7度ってことになるんですけど、その時にその1度の人はしっかり主人公になるっていう気持ちを持ってあげて、5度の人は主人公の支えになってあげる気持ちみたいな、なんか例えば何て言うんだろう、人っていう感じの、こっちの1画目の人が1度だったら2度の2画目の人が5度みたいな、え、分かりにくい、支えになってあげるっていう、しっかり同じくらい出してあげて、でレの人が3違うか、シの人が3度になるんですけど、そのシの3度の人は1度と5度の間にスッて間に入ってあげる、サンドイッチで、難しいか、サンドイッチ、何で説明したら分かりやすいかな、カレーライスかなんかカレーライスのご飯が1度の人で、5度がカレールーの人で、3度が福神漬けって、めっちゃ分からない、確認する、お口直し、お口直し、その雰囲気、カレーの雰囲気みたいな、トッピングとか、トッピングが、あ、トッピングが、もやしと人参、あ、そうそうそう、飾り付け、昨日でいう麺が1度、スープが5度、もやしが3度みたいな役のポジション的には、分かる、え、どっち、俺は分かる、それは分かるって感じなんで、その3度の人はなんか自分が味をつけてるっていうイメージ、その1度ごとの人が和音の形を作ってあげて、3度の人が色をつけてあげてるっていうイメージで歌ってください。はい、であと子音をしっかりするっていうのは、 F とかだったらフーみたいな、もうそこはちょっと私が苦手なんでやらせてます。で自分の和音の役割は、あのロングトーンが多いとこではそれが分かんないと多分歌えなくなっちゃうんで、またちょっとそれを説明したいんで後日説明しますってことで、私から楽譜の役割、楽譜の読み方については以上です。はい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 、はい、はい、じゃあ結構最後なんですけど、あ、青いパラソルのリステンです。で、まあ、最後になったんですけど、じゃあこの話聞いて自分はどのパートをすればいいんだっていうふうに、まあ、多分頭にクエスチョンマークがついてると思うんですけど、
まあ、これあくまで否定なんで、まあ、参考になるかも。各パートの特徴リストっていうのを、まあ、男性の方から言っていこうと思います。で、まず男におけるサードとかフォースでうまいって言われる人はどういう特徴があるかって言ったら、まあ、男におけるサードフォースっていうのは一番下のパートのことです。まず丸1で厚みがあって埋もれにくい声と、丸2に胸のあたりに声を響かせられる人ってあるんだけど、まあ、まずまあこれってどういうこっちゃねっていうことなんだけど、厚みがあるっていう声って例えばフーのスキャットでやります。で、じゃあ先に薄い声からやります。薄いですよね。で、厚い声ってどういうことかって言ったら、みたいな。違いわかりますか？わかるよね。OK。はい。こんな感じです。で、今、まあ、厚みがあって埋もれにくい声と胸のあたりに声が響かせられる人って結構これは、まあ、被ってます。で、丸さんは太めに声が出せる人って言うんだけど、例えば、これって、その個人差、まあ、もともと太い声を持っている人と細い声っていうのがあるんだけど、例えば支部とかだったらもともと声がね細い細いで、そう、物理とかだったら今そこにいるんだけど太い声をしてるんだよ。ちょっと喋ってみて。なんかいや、そこじゃないわ。はい、じゃあお願いします。あ、じゃあ男におけるセカンドで上手い人、高い音を芯を持たせながら出せるっていうのがあるんだけど、まあ、セカンドっていうのは、まあ、一番上と一番下の、まあ、つなぎ目、中継地点にならなきゃいけないわけで、まあ、これ結構大事なんだけど、高い、蹴って結構音も高くなります。で、高い音を芯を持たせながら出せる人、だいたいレとかミ、レとかミって どんなどういう高さかって言ったら、とかこんな感じです。結構高いよね。だから結構地声が高い人とかはセカンドとか向いてるんじゃないですかね。で、次丸2なんですけど、まあ、挟まれるパートなのでどちらにも釣られない人、なんかよくアカペラしてたら釣られるっていう現象が起こりがちなんだけど、まあセカンドは、まあ、上にも人いるし下にも人いるから、そう、ハモリに行こうとしたら釣られちゃうっていう、2つに釣られそうになるから、まあ、よっぽど気をつけて音取りしなきゃいけないっていう風なことですね。で、次です。女におけるトップの上手いとは、声に表情がつけられる人ってあるんですけど、まあ、歌唱力が求められる、ね、難しいね。歌唱力が多少求められることもあります。でも、まあ、ここで私ちょっと歌下手だからちょっとできないかなって思う人もいるんですけど、まあ、それはこれからの全然訓練次第なんで心配しないでください。で、なんで声に表情がつけられる人ってなって書いてるかって言ったら、メロディーライン、さっき当選も言ってくれたんだけど、人間で高い耳の音をが耳に入っちゃうから、例えば、ちょっと待って、ピアノ出します。ミソド弾いてますって聞いたら、大体の人ってこの音がたくさん聞こえませんか？この音が聞こえませんか？もう一回やって。ミソドって弾いたら、ちょっとどの音が聞こえてこない？この音が気持ちいい。聞こえるんだよ。聞こえるんだよ。で、だから、その、どの音がメロディーラインってこと。ミがサード、さっきもソがセカンド、ドがトップって考えたら、どの音が一番聞こえるから、そう、曲の流れがつかめる人。曲の流れや全体像がつかめる、ことが大事って書いてあります。で、2番目、若干浮くことができる人。トップって、例えばさっきメロディーラインを歌うって言ってるから、だってメロディーラインが聞こえないと意味がないです。で、というわけで、その若干浮くことができる人、だからお客さんが聞いて、あ、メロディーラインが聞こえてるなって言ったら、そのトップの人がの声が聞こえるっていうことを認識できるんで、その若干浮くことができる人って書いてあります。で、3番目、まあ、これ声に厚みがある人って書いてるんですけど、まあ、特に一番下のパートと一番上のパートは声に厚みがある人、薄いより厚い方がハーモニー全体にも厚みが出ます。そういうことです。で、次の裏側かな、セカンドにおける、女子のセカンドにおける上手い人はって書いてあるんですけど、その声を出しつつも周りに声を溶かせる人っていうのが大事だと思ってます。で、その声、さっき渋が言ってたように、まあ遠慮してね、しがちにうるさくなっちゃいけないなとか、浮いちゃいけないなとか思って、その
声をちっちゃくしたりしちゃうんですけど、まあ今の段階では、まあ、声をめっちゃ出してコーラスしてくれる、コーラスすることを推奨します。で声を抑えることは後からでも全然できるんで、とかそれはそれこそマイキングの技術でできるんで、今は声をたくさん出すことに出すこと、いっぱい大きな声を出してアカペラすること頑張ってください。で次丸2番目で、釣られない人っていうのは、釣られない人っていうのがあるんですけど、まあ、これも男性と一緒、上もいるし下もいるからピッチが上ずったり下がったりしないように気をつけてください。はい。でその例えば今、まあ、各パートの特徴リストって出してみたんだけど、例えばこれに、あ、俺って私ってどのパートすればいいのかなって思ったら、あ、俺ってこういう声だな、私こういう声だなっていうのをチェックリストをつけて、例えば1、男におけるサードコースの前とかって言ったら、1、あ、俺当てはまるな、3、あ、俺当てはまるな、でセカンド、あ、2が俺当てはまるなって思って、まあ、チェックリストの多い方をちょっとやってみたり、まあ、今の段階は、まあ、みんないろんなパートをすればいいと思うから、例えば外人とかいないよね。あ、いる？ごめん、マジでごめん。サトシとかそうだったら、まあ、思いっきりその女性におけるのトップの上手いとは、セカンドにおける上手いとはっていうのに、まあ、多分セカンドに大体当てはまると思うんだけど、サトシは。でも、まあ、彼女はトップの方が、まあ、上手いっていう特徴もあるんで、まあ、本当にきっと分かんないんで、今の段階はいろんなパートをその楽しんでみてください。はい、以上です。はい、じゃあ今4人でいろんな面からちょっとコーラスについて話してみたんだけど、じゃあちょっと軽くまとめで、まあ、ここに書いてあること読んでいくとかもまとめになるんだけど、まあなんかいろいろチャレンジしてみて、ちょっと自分がどういう感じなのか早く知ることがなんか上手くなる近道かな、近道っていうかすごく回るっていうけど、いろいろやってみて、例えばトップやったり、時間出したり、サードやってもいいし、ベースの人がコーラスやってもいいし、何でもいいからいろいろチャレンジしてみて、なんか、あ、自分ってこんな感じなんだなっていうのが多分初めて分かると思うから、うん、なんかいろいろチャレンジしてみてください。で、先輩や仲間に聞いてみるのも自分のを知るための近道かもって言うんだけど、結構、なんか自分より、周りで聞いてくれてる人の方が自分の特徴をよく知ってたりするんだよね。録音したり、そうだから録音は自分の音を客観的に、自分の声の出し方を客観的に見えるっていう意味では、自分のことをちょっと他人目線で見るみたいな、何ていうことなんだけどみたいな、そうになります。だから録音するのもあり、たまにはちょっと他の人と話してて聞いてみるのもありみたいな感じで、そう試行錯誤して、お前の先輩を YouTube で見て真似したり、うん、そうね、それも大事だね。もう YouTube に浸ってめっちゃこの先輩うまいなと思ったらめっちゃ見て真似し、そう最初は真似から入るからね、大体先輩のプロ歴史も載ってるから。はい、みたいな感じで、なんかいろいろ試行錯誤して自分を知って、自分に合ったパートを楽しめるようにみんなやっていってください。はい、じゃあこんな感じで僕たちからの話は以上になります。ありがとうございました。あ、質問タイム持ってる、うん、なんか今質問ある人いる？うん、手足の説明しなかった。この後全然聞くんで書いてください。何でもいいです。全然高い声出ません。